小金井公園一発芸行きます。私も跳ねるとカラスも跳ねる。はい、以上です。何このスキーみたいな施設、向こうふわふわドームっていうのありますね。あのなんか群馬のとある場所が数日で2件子供が事故って閉鎖みたいなのがありましたけど、ここは普通にやってあるようです。午前10時頃からね。